午前5時にいよいよ決定いたします。今日は皆さんが期待してやまない東京開催の思いを IOC 総会が開催されているアルゼンチンブエノスアイレスをはじめ、世界中にこの東京のシンボルである東京タワー、そして日本の伝統文化の象徴的な建造物大本山増上寺と2020年開催の願いのこもったキャンドルが織りなす素敵な風景を熱く熱く発信するとともに、東京の芸術文化を担うヘブンアーティストによるパフォーマンス、そしてスペシャルゲストをお迎えして最高に素敵な一